はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンの楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。はい、楽天モバイルのね、SIM ね、使えるか情報ですけども、視聴者の方からリクエストいただきまして、Twitter でですね、リクエストいただきました。ありがとうございます。で、P20 lite で、動作、ね、してるのを動画で見たんですけども、インターネットは使えるんだけど、楽天リンクのアプリ使えるかどうかっていうのは、ちょっと教えてほしいんですけどっていうふうなことを言われたので、ちょっと動画にしてみたいと思います。楽天リンクのアプリっていうのはね、一つ条件がありまして、これ、Wi-Fi でもつながってれば使えるんですけども、楽天リンクのアプリね、で、楽天の ID とパスワードで、ログインして、で、あと最後に、今ちょっと出しますけど、僕一回ね、認証した状態なんで、認証っていうか、ログインした状態なんでね、これ出しますけど、この状態で、ここでね、ようこそ楽天リンクへってね、これの前は、パスワードとね、ID と入れるところから、この電話番号を入力してくださいっていう風になるんですね。で、ちょっと今僕電話番号を入力してますね。これで電話番号を入力するっていうところから、僕今、ちょっと画面外してますけど、送信するって押すんですよ。送信すると、今認証コードを送りましたってなるんですね。で、送りましたってなったら、これ今こっちの方に、楽天の SIM が刺さってるんですけども、で、ちょっと待ってください。楽天の SIM 刺さってる方、あっちからね、楽天リンクアプリ使ったんだけどね、あっちの P20 lite から。認証コードがこっちの方に来たので、今ちょっと見てみますね。そしたら、ここには、今回は、445185ってメッセージが来ました。ということで、ここに、445185ってあるんで、これを送信します。そうすると、今認証コードを送信すると、それで、はい。今これで最近のチャットはありませんってありますけど、ここでもう認証されました。こんな感じで、ちょっと個体差で、例えばこのファーウェイでもね、P30 lite はメッセージサービス使えるんだけど、P20 lite はなぜかメッセージサービスが使えないとかね、そういう個体差があるんですよ。で、そんなもんだから、単体では使えないんですよね。データ通信の方はバンド対応してて SIM フリーだったら全然普通に使えるんだけど、楽天リンクっていうアプリがメッセージサービスのワンタイムパスワードっていうんですか、パスワード認証、6桁のパスワード認証をしないといけなくて、それが受け取れない機種がたまにある。P20 lite はちょっと受け取れない機種かもしれないんですけど、僕がね、何回もやってみたけど、P20 lite はちょっと受け取れない機種でした。で、そういう時に、一つ何か機種ね、要は P30 lite は僕初めて、認証した機種というか、これは動作確認端末なもんだから、これ楽天の SIM 入れたらそのまま認証されるんですけどね、すぐね。そういうような機種あったもんで、これに今は楽天の SIM 入れたままで、こっちの方は楽天リンクのアプリを、入れました。楽天リンクと、マイ楽天モバイルと2つあるんですけど、よいしょ。楽天リンクと、マイ楽天モバイルと2つあって、楽天の、パスワードと ID で、ログインしている状態なんですが、ここで、ログインしている状態でさっき言ったように6桁のね、パスワード、ワンタイムパスワードかな、メッセージサービスに出てくるワンタイムパスワードを入れる画面まで行きましたら、そこでポチってね、送信しますってこっちの画面でポチって押したら、こっちの方に6桁のサービス番号がメッセージサービスできますんで、それをこっちの方に入れれば、でその後に今これ Wi-Fi で家の Wi-Fi でつながってますけど、このまま楽天リンクのアプリで、これできます。で、そうだな。あとは、ここの、今これ家の Wi-Fi につながっている P20 lite の楽天リンクから、こっちの方の、電話につなげてみますね。はい、ちょっとかけてみます。まあ、全体的にモザイクかかってますんで、ここで、名前が出てくるかどうかね、かけた人のね、Wi-Fi だと、まあ、どうなるかって挙動をちょっとやってみます。そうするとここ、非通知設定っていうふうに出てきますね。一応電話もかけられるんですけども、非通知設定になります。ということは、これを使うとですね、メッセージサービスを受け取れる機種が、まあ、1個あればね、まあ、複数台必要ってことなんですが、それ以外の SIM フリー端末の、まあ、Android でも、これ iPhone でもそうなると思うんだけど、使えるということですね。普通に使えるってことになりますね。こっちの、メッセージサービスをこう受け取れない機種なんだけども、楽天リンクを Wi-Fi でつなげる機種じゃなくて、逆に iPhone がこっち側の機種になる。これ今 P20 lite でやりましたけど、iPhone の方に普通に認証させて、でも iPhone って楽天リンクのアプリ使えないじゃないですか。だから iPhone の方で6桁のパスワードを受け取る。そのパスワードを受け取ったものを、まあ、例えばこういう P20 lite とかパスワードを受け取れない機種のところに、まあ認証させるようにすると、その2台で運用できるようになりますんでね。まあそんな感じで。で、あと1つ、さっきも言ったように1回認証させると、あとはSIM 抜き差しするだけで自動的にね、APN 設定もちゃんとしっかりしてあれば、楽天リンクのアプリとかは一旦ログインしてあると、普通に使えます。はい、これで考察するには、まあ、一つできることがどういうことってことと、こういう事象だってことをちょっと話しすると、まず、電話この楽天リンクアプリっていうのは、Android の方には普通に入れれると思いますんで、これはそうすると、単純に言うと全ての Android のアプリで、非通知設定なんだけど、まあ電話はできるっていうことですね。このシステムを使えばね、電話はできると。だから、こっちの方が、まあ iPhone だろうが、Android だろうが、一旦認証で、メッセージサービスをちゃんと受信できる端末であれば、こっちの方でもこっちで受信してくれるから、まあ、それの6桁の番号を入れれば、これは何の端末でも基本的にはね、バンド3、バンド18、バンド26関係なく Wi-Fi に対応してれば電話はできると。ただし、非通知設定になると。楽天のサービス始まる前に言われてた Wi-Fi で運用できるよっていうことの証明ですね。で、もう一つなんですが、それの認証するためには、どの道一旦楽天の SIM が刺さってないと、その6桁の番号を、まあ、受け取れないから、受け取る機種が必ず必要だと。だから、なんというか、めんどくさいというかね、2台でこう、SIM 抜き差しするとかめんどくさいから、まあ、一つ、母艦みたいな、スマホがあれば、そっちの方で、まあ、もう抜き差ししなくていいっていうかね。ただし、一旦、こっちの方に認証させると、こっちの方で、その楽天リンクのアプリとか開いたらダメですよ。楽天リンクのアプリ開くと、今度こっちログアウト状態になるので、またログインしなくちゃいけないから、で、また認証パスワード必要になるんで、こっちの方はあくまで、まあ、データ通信用っていうんですか、楽天の、まあ、マイ楽天モバイルは大丈夫だと思うんですけど、楽天リンクのアプリは使ったらダメだと。で、もう一個の方で楽天リンクのアプリを Wi-Fi でつなぐっていうね、そういうやり方はあるかなというふうに思いました。この技は主に iPhone ですね。iPhone だったら多分こういう風なやり方でできると思いますんで、まあ、iPhone の場合に、まあ、iPhone が逆に母艦で、データ通信用として使う。で、楽天リンクアプリを介してですね、無料の通話するときに、Android のスマホをこうサブとして使うっていう意味合いでやるんだったら、例えばそれ P20 lite でも、まあ、例えばここにあるアコースセンス2とか、まあ、何でもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。ちょっと分かりにくかったかもしれないですけれども、まあこんな感じで、運用していただければなというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上です。この動画参考になりましたらよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということでイケケンでした。ではまた。